国秀夫5月18日体は、日本の実業家、商工コーポレーション社長、省内交通会長、鶴岡商工会議所副会頭、元省内銀行当取、り、元フィデアホールディングス取締役、山形県余梅町出身、山形県立鶴岡南高等学校を経て、明治大学農学部を卒業後、省内銀行に入校。 ブリジストン COO を務めた西海和久は高校の同級生。1994年5月、町田映が商銀副頭取就任を前提に顧問として着任する。それからほどなくして、かねてから銀行の現状に危機感を覚えていた国は町田宅に赴き、同じ時期に設立された77銀行は東北一の銀行になっている。 それより早く設立された投稿は、なぜこれほど差をつけられてしまったのかと嘆いた。すると町田は、地域経済の違いは、行政だけではなく、銀行にこそ、責任がある。地銀は、地元経済から逃れることができないのだから、地域の発展こそ、銀行の生き残る道だ。と国を激励した。国は、町田が主導した。 中堅行員らを対象とした富士銀行本店へのトレーニーでは、約3ヶ月ほど、総合企画部に席を置き、都銀のカルチャーに触れ大いに刺激を受け、鶴岡に戻った。2008年6月、町田路線の継承を旗印に、東取に就任し、仙台県における新規出店による、住宅ローンの新長や都内への多店舗展開など、業用の拡大を図った。 2016年6月末をもって顧問に退き、商工ホールディングス及び、商工コーポレーション社長、省内交通会長に就任するほか、引き続き、鶴岡商工会議所副会頭を担い、省内地方の活性化に取り組むとしている。ありがとうございます。